ファブリックチャンネル始まるよ。はい、こんにちは、ハイブリッコちゃんです。今日は、おみむらにあります聖博物館にお邪魔しています。たくさん乗り物がありますので、ちょっと見ていきたいと思います。ね、公園内あの階段がたくさんありますので気をつけて、はい、ちょっと全体的にね、斜めの宝に設置されている公園ですので ね、あ、ここにありました、汽車です。はい、今ね、世の中走ってるのは電車ですが、これは汽車ですね。はい、大きいです。これも実際に線路を走っていたんでしょうかね。はい、すごいです、この車輪の仕組みが。もうどこがどうなっているのか、とりあえず全部つながっているんです ね、この車輪がガシャゴンガシャゴンと。大きいです。これは原動力は何で走ってたんでしょうかね。おー、真っ黒ですね。だいたいなんで黒じゃないといけないんですかね、電車、この汽車は。だいたい黒ですよね。あ、なんでだろう。もっとね、こういろんな色で塗装してもよかったんじゃないかっていう、ね、思いもありますが、まあ、かっこいいですけどね、こう 黒一色っていう、潔いですね。黒しかまとわないよっていう。汽車です。はい、はい、では今からですね、この汽車の前でですね、フラフープを回したいと思います。はい、本日もハイブリッコチャンネルご覧いただきありがとうございました。ハイブリッコちゃんは、Facebook、Twitter、Instagram もやっております。こちらの方もフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。